学校法人同志社同志社香織中学校、高等学校同志社香織中学校、高等学校は大阪船屋川市三井南町にある私立中高一貫校。同志社大学、同志社女子大学への進学率98%で、同志社に入りたい生徒のための学校となっている。事実上10年間の中高大一貫教育校で、2000年までは男子校だった。 前身は、第日本帝国陸軍第四師団将校の新木団体、大阪開校者により設立された大阪開校者中学校。太平洋戦争後、運営法人が同志社に吸収され、新たに同志社香里中学校、同志社香里高等学校として設立された。同志社の系列校としては、同志社中学校、高等学校、 同志社女子高等学校に続く3番目の設立となる。キリスト教主義、自由主義、国際主義の3つを柱として、両親の前身に充満したる人物を育てる教育を行う。キリスト教主義教育のため、週に1.3回15分間のショート礼拝があり、水曜日に1時間の L 礼拝がある。前身の大阪開校社中学校は1940年3月に、 設立認可。1940年に寝屋川町とも旅期の丘に移転した。母体の大阪開校者は、すでに大阪開校者付属小学校を開校していたが、資金難により、1941年に山水中学校、山水高等女学校を運営していた財団法人山水育英会と提携。開校者中を第二山水中学校と改称した。 1945年に、山水育英会との提携を解消、学校の運営法人名も、香里学園となっていた。電車バスフィジャン学校法人同士社の気象同士社、香里中学校、高等学校気象は、夕朝半月によるデザイン。三つの正三角形からなり、アッシリア設計文字、無通の図案化であり、知・徳、体の三位一体、または、調和を目指す。 同志社の教育理念を表すとされている。スクールカラースクールカラーは、ロイヤルパープルと白の2色。同志社の創立者、新島城の母校アマースト大学のスクールカラーと、同色。効果効果は、ドッシャカレッジソング。日本語の効果は有さず、同志社大学のドッシャカレッジソングを効果として、採用している。国の学習指導要領の標準授業時間数。 週30時間に2時間プラスした、週32時間授業。木曜日は5時間、土曜日は2021年度から4時間授業である。そのため、2021年度からは、国の学習指導要領の標準授業時間数、週30時間に3時間プラスした、週33時間授業となる。二千十五年、週刊ダイヤモンド二千十五年八月十二日号の、 ビジネスマンが選ぶ子供に通わせたい学校トップ31特集で国際社会の中の日本人の育成を目指しているとして息子、娘を入れたい学校2015で全国1位となった政治経済研究文学芸術芸能スポーツ関係者学校法人同士者が設置する小学校は大学を頂点とした付属学校の形態を取らず 独立の学校群として位置づけられている。ありがとうございます。